マックス・ドリアン・フリードはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のアトランタブレイブス所属。メディアによってはフライドと表記されることもある。ハーバード・ウェストレイクスクール時代はチームメイトにルーカス・ジオリトがいた。2012年の MLB ドラフト1巡目でサンディエゴ・パドレスから指名されプロ入り。この年は 参加のルーキー級アリゾナリーグパドレスでプロデビュー。10試合に登板して0勝1敗、防御率3.5717奪三振の成績を残した。2013年は A 級フォートウェイインティンキャップスでプレーし、23試合に先発登板して6勝7敗、防御率3.4900奪三振の成績を残した。2014年は、 ルーキー級アリゾナリーグパドレスと A 級フォートウェインでプレイし2球団合計で5試合に先発登板して0勝1敗防御率5.060奪三振の成績を残した8月にはトミー・ジョン手術を受けている2014年12月19日にジャスティン・アップトンアーロン・ノース・クラフトとのトレードでジェイス・ピーターソンマレックス・スミス ジャスティン・ピーターソンと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2015年は前年の手術のリハビリで全休した。2016年は参カの A 級ローム・ブレーブスでプレイし、21試合に登板して8勝7敗、防御率3.93の成績を残した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年、 マイナーでは A 級ミシシッピブレーブスとトリプル A 級グーインネットブレーブスでプレイし21試合に登板して8勝7敗防御率3.9391奪三振の成績を残した8月5日にメジャー初昇格を果たし8日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビューこの年メジャーでは9試合に登板して1勝1敗 防御率3.8122奪三振の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは83位、ブレーブスの組織内では7位にランクインした。2019年は開幕時はブルペンで待機していたが、後に先発ローテーションに移動した。 5月7日のロサンゼルスドジャース戦でアレックス・ベルデュゴの打球を左手に受けてしまった。怪我のために試合からは離脱し、次の先発時には通常通り登板した。シーズンでは33登板で165回とに3回を投げ、17勝6敗、防御率4.02位で173、脱三振だった。17勝はナショナルリーグ2位の成績で勝率。 739もリーグ5位という結果だった。ナショナルリーグの中で、飛球率は2番目に低く、一方で、ゴロ率は3番目に高く、またカーブボールの投球率はリーグで6番に位置していた。守備面では、34アシストはリーグ1位で、また9回を投げてのアウト寄与率も2.23と、リーグ2位の成績を残した。打撃面に関しては、打率。 196はナショナルリーグ19位で出塁率26、262長打率、268を記録し、また50打席立った投手の中で11打点と1つの三振を取られる間に選べる支球率はリーグトップで、三振率は2番目に低く、コンタクト率は3番目に高く、5支球はリーグ3位という成績だった。 2021年4月1日のフィリーズとの開幕戦で自身初めて開幕投手を務めた威力のある速球と2種類のカーブが武器の本格派サワンである。ありがとうございます。